ホルム市の紋章ホルムは、ロシア北西部、ノブゴロド州の南部にある町。ホルムスキー地区の行政中心都市。人口は4325人。ロバチカとクーニャ川の合流点に位置しており、トロペツから北へ 77km、スターライアルーサの南西 93km、ノブゴロドから南へ 200km 離れている。ホルムは、 1144年の文献にホルムポゴストの名で登場する。中世にはトベリヌトベリ公国の分量、ホルムスキー公の雑書であった。ホルムポゴストはリトアニア大公国をはじめポーランド王国、スウェーデンなど様々な国の軍隊の攻撃にあったが耐えてきた。1777年に軍の中心都市としてホルムに改名されている。 第二次世界大戦中の1942年、ホルムはレニングラード方面への平坦拠点としてドイツ軍に占領される。レニングラードでドイツ軍が敗北した後、侵攻してきたソ連軍によりホルムはおよそ3ヶ月間方以下に置かれた。その後、1944年2月21日までドイツ軍の占領下に置かれていたが、1944年2月の 赤軍の大攻勢にて、ホルムのドイツ軍守備隊は降伏した。ホルムは戦いで完全に破壊され、現在の人口は戦前の3分の2に過ぎない。ホルム西方の深い森と沼地の奥には現在では荒れ果てているルデースキー修道院がある。